ハロプロ反応集へようこそ。今回は元アンジュルムの笠原桃奈新グループのセンターとして見事にデビュー決定に対するみんなの反応集です。おめでとうございます。1位すげー。桃奈おめでとうございます。おめでとう。カッサーすげーわら。俺も投票したがハロータの組織票を聞いたのか圧倒的な差やったな。40万とか差つきすぎだろ。文字通り桁違いの投票数だった。眠れるハロータを呼び起こした桃奈さすがやね。これ系はどういうファン層で売り方なのか全く知らん。先に誕生した JO1 みたいに M ステ等の格歌番組、紅白出演コース確定やでお前ら乗り遅れるな。他にはお金払ってまで応援しないのがハロータ。ハロの歌やってるからハロータ言うんやぞ。これから笠原応援するのは剣オタであって純粋なハロータではない。ヒハロではハロータはすぐ去ってしまうんじゃね、物珍しさがなくなれば。ハロプロとの売り込ん対決みたい。俺この子と握手したことあるぞ。桃奈はアンジュルムが育てたことは間違いないからな。エース認定はちょっと荷が重すぎて怖いんだよな。リーダー打診ってことで良いお年寿つけてもらいたい。桃奈おめでとう。これだけ票取ってれば組織票なくてもデビュー圏内には間違いなくいたでしょ。本当にハロータの力だけでこれだけ圧倒的な票数を得られるのなら今頃ひなフェスの会場はドームになってるよ。ハロプロで培ったものの影響は大きいだろうけど、ハロータの票数なんて得票数のうちの数パーセントでほとんどはカッサーの実力と人柄で引きつけた新規のファンでしょ。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。